吉祥寺シアターは東京都武蔵野市にある小劇場である2005年5月21日に開場した総客席数239席東京都武蔵野市が設置する公益財団法人武蔵野文化事業団が運営する若者の街というイメージの強い吉祥寺の個性を活かし現代演劇やダンスなどのジャンルに特化した効率では 珍しい単館小劇場となる。特定の芸術監督は置かない。初代の支配人は元、夢の言う眠り者メンバーの美野島雄二で、開館に先立つインタビューでは、ごったに感のある劇場にしたい。ベニサンピットとシアタートラムを足したようなイメージと話している。劇場の設計は、東京国際フォーラムなどを手掛けた、建築家の佐藤直美である。 空気清浄の機能も持つ畜炭の塗料を壁面に用いたブラックボックスタイプとなっている。最大2ヶ月の連続使用が可能で長期公演に対応している。5日以上の使用からは割引料金が適用される。武蔵野市の芸術団体として登録されていればさらに割引となる。外観は3階建てマンション風だが内部は中央の舞台を中心に吹き抜け構造になっており。 周囲の回廊部分にカフェ、二つの楽屋控え室、シャワー施設、舞台と同サイズの稽古場、オフィスなど劇場に必要な施設がコンパクトに配置されている。搬入口は奥行き7メートル、高さ3.6メートル、幅4.5メートルと同規模の施設としては比較的大きい。原則毎月最終火曜日、年末年始、その他施設の保守点検日、 ありがとうございます。